皆さんお久しぶりでございます。エアロビック日記のタジョンと申します。11月はかなり投稿頻度を落として YouTube の活動をしていました。というよりかはしていませんでしたっていうんですかね。久しぶりの投稿になります。皆さんお元気でしたでしょうか。僕はね、体調不良がどうこうとかじゃなく、普通にお休みをいただいていました。YouTube 関係なく練習したり、学校の勉強したりだとかゲームしたりっていう生活をね、ちょっと堪能させていただいてました。なんでそういう時間作ったのかっていうと、やっぱりこう自分の中でね、いやこれからどうしていこうかなみたいな、思いがちょっとね少なからずあったので、ちょっとねお時間をいただきました。これからも継続して投稿していきたいと思いますので、そうですね、本当に週2回とかちゃんと定期的に投稿していければなと思うんですけれども、その種類どういう動画出すのっていう話になるんですけど、基本的には今まで通り、もちろんエアロビックで踊ってみたとか、技の解説だとか練習の仕方だとか柔軟の練習方法だとか、そういったものはこれからももちろん出していこうと思います。で、それにプラスして、賛否はあるんですけれども、やっぱりこう、ネタの動画っていうんですか、ちょっとエアロビックと関係ないような動画もやっぱり出していきたいなっていうふうに思います。で、それなんでかっていうと、これもうずっと YouTube 投稿開始した時から言ってるんですけれども、純粋なるエアロビック、エアロビック 100% で攻めていって伸びるんだったら、それが世間の皆様に受け入れられるんだったら、多分もうね、最初からエアロビックはマイナースポーツじゃないと思うんですよ。やっぱり違う角度からのアプローチが絶対に必要になってくると思うので、もちろんね、道を外さない範囲の中で僕も活動していきますので、そちらの方も応援していただけたらなと思います。僕にできることって言ったら、やっぱり別アプローチから仕掛けたり、あとやっぱ基礎の部分で練習とか、エアロビックに関係ない人がエアロビック体験できるレベルでの情報だったりとか、コンテンツ、練習方法を提供したりっていうことまでしかちょっと僕にはできないので、やっぱりね、そこは曲げずにこれからも僕のやり方でやっていきたいと思います。で、今まであんまやってこなかったのが Vlog っていうんですかね、日常を撮影するみたいな、そういうのをあんまりやってこなかったんですよね。ただの大学生だしみたいな、撮ってもしょうがないだろうみたいな、あんまりやってなかったんですけれども、そういうことをやることによって、 Vlog っていう系統のジャンルも YouTube 界にはありますし、そちら方面からアプローチもできるのかなっていうのと、普段動画にしないようなすごい些細なトレーニングとか、普段こういうことやってるんですよみたいのが、もしかしたらそっちの方が伝わるのかなっていうところもあったので、ちょっとコンスタントに Vlog 系も撮れたらなというふうに思っています。で、あと美樹くんですね。全然美樹くんちょっと出演してないですけれども、元気にやっておりますので、美樹くんもちょっとたまには出演してほしいなっていう、こういう運動系のコンテンツを普段上げてるのに急に動物系のコンテンツ入っちゃうと、いやマジで伸びないんですよね。ほんと驚くぐらい再生回数伸びないので、ちょっと臆病になっちゃってるとかあるんですけれども、伸びないって言ってもやっぱこう数人の方が見てくださったりして、しかも美樹のこと可愛いって言ってくださる方もいらっしゃるので、そういう方がいらっしゃるからっていうのもありますし、僕も大切にしてるペットなので紹介していきたいなっていうところもあるので、そちらの動画もまた撮影したいなというふうに思います。これはもう本当に頻度は低めだと思いますけど、半年に1回出るかどうかぐらいだと思うんですけど、そういう動画も出したいなっていう気持ちがあります。動画の内容とはまた異なるんですけど、僕がやっていくにあたって、どういう理由でやっていくかですよね。もちろんエアロビックを広めていきたいっていうところは曲げずに、それにプラスして僕の動画でまたこうエアロビック関係者とかそういうの全く関係なくモチベーションを与えられるような動画作りをしていきたいなっていうふうに思っています。ね、やっぱりこう一緒に頑張っていけるようなこの循環、皆さんからモチベーションもらって僕からモチベーションを与えれるっていうこの循環生まれると、すごい素敵なコミュニティになるなっていうふうに思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。12月はこう週2回とか3回で投稿していくよっていう話だったんですけども、ちょっとまだ一本も動画作っていませんので、有言実行できるかどうかっていうのもちょっとお楽しみにしていただけるなと思いますね。本当に僕自身ね、こうやって動画を作ることでモチベーションアップというよりモチベーションの維持ですねに繋がっているので、これからも応援していただければなと思います。こういう動画作ってほしいっていうのがあれば、もう本当にどしどしコメントください。コメントで一気にテンション上がるので、しかもリクエストのコメントだと、それに対して動画をまた作っていけばいいっていうことで、こういう動画を求めてらっしゃるんだっていう指標になるので、もしよろしければコメントの方も残していってください。
先ほども言いましたが、皆さんとね一緒に頑張っていけるようなねモチベーションを与えられっていう関係になれるようにね一生懸命動画作っていきますので、よし頑張っていこうっていう方いらっしゃいましたら高評価よろしくお願いします。もしよろしければいろんな動画すでに上がっていますのでチェックしていただけるとありがたいです。一度ね見てくださっている方でももう一回ねエアロビック日記の復習をしていただけるとありがたいです。ということでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。